誕生日で二十歳になったんですけど、あ、違う21歳になったんですけど、友達とか家族とかから誕生日プレゼントをもらったので、ちょっと紹介というか自慢しさせていただきます。友達からもらったもの、じゃーん。これは高校の時のお友達、今でも結構よく遊ぶお友達からいただきました。ジョンマスターのヘアミルクとヘアミストいただきました。めっちゃ嬉しい。これ髪ブリーチして最近すごい髪の毛が死んでるので、すごいヘアケアアイテムめっちゃ嬉しい。しかもこの2つがね、ジョンマスターの1番人気と2番人気らしいので、もうこれを使えばサラサラヘアになれちゃいますね。ありがとうございます。じゃん。こちらはサボンのスクラブ入り洗顔料。サボン初めてもらったし、自分でも買ったことないから初めてのサボンなんですけど、これは専門学校の時の友達にいただきました。ありがとうございます。とミントの香りなんだけど、すっごいね爽やかな香りで、これで顔洗うとさっぱりして目覚めるので、夏とか朝とかにめっちゃいいなって思いました。あとはラッシュのバスボム、すごい嬉しい。これは中学校の時のお友達にもらいました。なんかいろいろ考えてくれたみたいで、すごいそれが嬉しいんですけど、一人暮らししてるからお風呂系のものにしてくれました。超可愛いのこれって。こっちはお花が出てくるみたい、お湯に入れると。ラッシュのさバスボムってすっごい好きなんですけど、結構高いから自分では買わないから、お友達とかにこういう時にもらうとすごい嬉しい。あ、名前書いてある、ドラゴンの卵だって。パチパチ音がするって人はこっちかな。めっちゃ使うの楽しみ。あとなんか一日頑張ってお仕事とか自分にご褒美っていう日に使わせていただきたいと思います。花束超可愛い。これお花大好きだから草が好きそうっていうイメージでくれました合ってる。超可愛いのこれ、ドライフラワーだね。ドライフラワーのブーケ。これは今日お友達からもらった。このお友達も中学校からのお友達です。リプティックのハンドクリーム。これめっちゃ可愛くない？パッケージも。すごい素敵な箱とリボンです。と、あとこれキャンドル、アロマキャンドル。と、あとこのバグのベイビーっていうサイズのトートバッグを、エコバッグいただきました。ありがとうございます。キャンドル多分インスタとかで結構よく見るから知ってる方多いんじゃないかなって思うし、私も目をつけてて欲しいなってずっと思ってたんですけど、ちょっとお高めだから自分ではこれも買わないんですよ、多分。だけど、いただいてもめっちゃ嬉しかった。ありがとうございます。と絶対いい匂いだから早く開けて嗅ぎたい。これ。はお母さんからいただきました。何が欲しいって言われて頼んでたものなんですけど、人気で公式のナイキではもう売り切れてたらしくて倍まで買ってくれました。これは何だかというと、じゃーん、かわいいエアマックスココです。超かわいいないですか。ナイキのサンダルなんか今流行ってるじゃないですか。で、何か欲しいなと思って見てる時に、このエアマックスココがめっちゃ可愛くて欲しいなって思ってて、お母さんに頼みました。誕生日プレゼントで。こんな感じ。めっちゃ可愛い。あと、じゃーん。これはみゆちゃんからもらいました。コスのキルティングのバッグ。可愛い、これ。サイズが結構大きめなので、パソコンとかタブレットとか私よく持ち歩くんですけど、それも余裕で入るし、このね、キルティングのデザインがめっちゃ可愛い。ありがとう、みゆちゃん。あと、これ、アップルウォッチ。これは自分への誕生日プレゼントで、この前動画にも出したんですけど、買わせていただきました。ずっと欲しかったアップルウォッチ。これは、アップルウォッチ SE の、ここがシルバーの色で、バンドはこれ、最初に選べるやつの、スポーツバンドの白をつけてます。まだこれしかバンド持ってないんですけど、これからもっといろんなバンドとか増やしていきたいです。この画面はこの、かわいい。顔のやつにしてるっていう感じがプレゼントでいただいたものです。皆さん本当にたくさんお祝いのメッセージとかもインスタの DM とかでいただいて、全部見させていただきました。ありがとうございます。本当に嬉しかったです。私も動画投稿とかおもおむのお洋服作りとかいろいろ頑張っていきたいと思うので、21歳も温かい目で見守っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。失礼します。
さんが参加してくれてた。お願いします。サイズをちっちゃくするかロゴをちっちゃくするか確認データは全部同じ位置のものってことですよね。はい、同じ位置に、はいはい、各サイズを載せてて、はい、大丈夫。やばじゃあそのデータのままであげますね。お願いします。はいと思います。はい何これ、アボカド買った じゃん、サラダラーメンです。サラダチキンとレタスと糖質ゼロ麺、カロリーカットのゴマドレッシングと和えたやつとトマトと海苔。本当はアボカドも乗せたかったけどちょっとあれやばかったので、あのアボカドこんな感じです。いただきます。友達がリフティングしてくれたので開けます。すごいね、ここのお店かわいい雑貨とかたくさんあるので、韓国のインテリアとか韓国の雑貨好きな方はぜひチェックしてみてください。サイトステッカーも入った、かわいい。何かな、なんだこれ、キーホルダーかな。絶対かわいい。何これ、めっちゃかわいい。やん、なんだろうこれ、虎かな、虎がなんか重なってる、めっちゃかわいい。何が入ってるか分かんなかったんですけど、超かわいくないこれ、何これあーこれブランドごとのステッカーが入ってるのかも。あーこれはね見たんですけど、これめっちゃかわいいよ。これインスタとかで最近よく見るかなと思うんですけど、あの iPhone の充電のケーブルなんですけど、こっちが USB、こっちが iPhone の挿すやつ、こんな感じでなんか木のこういうボールがコードについてて、このコードが見えてもダサくないっていう、逆にコードがインテリアになるっていう。コードってダサいじゃん見えてたら、これだったら逆にすごい可愛いからめっちゃいいですよねこれ。あとこれ T シャツかな、ピンクで可愛い、 Not Made in Paris って書いてある、ベビーピンクみたいな感じのピンクの T シャツです。可愛い。今回限定でクーポンコードも発行してくれて、それを使ったら安く買えるので、気になる商品あった方はぜひそちらのクーポンコード使って安く買ってみてください。ありがとうございます。
じゃん。デロンギのアクティブエスプレッソカプチーノメーカーをゲットしました。今楽天で買いました。ずっと欲しかったから嬉しい、念願。7,000円ぐらいで、まあまあデロンギの中で全然安いやつで、エスプレッソマシンの中でも結構安めだけど評価が良かったのでこれにしました。見た目もホワイトとシルバーでシンプルでいい感じ。